こんにちは。週明けの今日は関東や東北ほど傘の出番となりました。それではこの後午後のお天気を見ていきましょう。全国の天気アイコンです。西日本広く日差しは届いていますが、中四国や近畿の北部を中心に雨具はあった方が良さそうです。天気の急変にお気をつけください。また関東から東北にかけての雨のエリア、午後になるとだんだんと降りにくくなっていきそうです。そして北海道ではこの後も穏やかな空が続きそうですね。日差しにぬくもりも感じられます。ただ雪の積もっているところでは路面のぬかるみや誰かなの落雪に注意をしてお過ごしください。全国的に沿岸ほど風の強いところも多くなっています。気温の数字ほど暖かさを感じられないところもありそうですね。暖かくしてお過ごしください。以上、この後のお天気をお伝えしました。それでは午後も頑張っていきましょう。